覚めた綱で。ろくでもねえお前らは今ここで潰す。あなたとやり合えるなんて光栄ですね。戦闘開始。うわっ、思い出す。一気にこっきり。呼んでくださいね。うわっ、立たせてください。よっ、あれってばすげえぜ。任務成功。よう。約束を守り通す力、渦巻く真術、螺旋丸炸裂。お前は絶対倒す。出しゃばるなら容赦はしないよ。戦闘開始。Yeah!
任務成功だってばよ。任務成功。戦闘開始。任務成功だってばよ。任務成功。よっ。綱手、邪魔をしないでくれ。この子だけは絶対守る。なぜ三人ともあろうあんたがそんなガキを命がけで守ろうとするの。この葉隠れ里を守るためよ。里を守るため。なぜならこの小さなガキはいずれ火影になるガキだからね。何をバカな世前事を。それに火影なんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。バカ以外やりゃしないわ。歴代のホカゲたちは木の葉の里とそこに生きる者たちを守り、乱世を治め里を繁栄させるというその理想、その夢に命を懸けた。私も命をかける。バカめ、こんなガキ一人のために投げ出す命ならそれ相応にさっさと散れ。
角をつけるわよ。口寄せの術。伐木の大熱戦、天地揺るがす三人の力。始めましょうか。三人と呼ばれるのもこの限りだ。戦闘開始。俺様を倒せると思ってるのか。もう一度行くよ。楽しませてちょうだい。マッドスザム。絶死ねんさん。気を抜くな。
何がおかしい。綱でお前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。なんだと。この葉は必ず潰してあげるわ。その時また会えるといいわね、我が同志。綱でジライヤ。それではまたいずれ。逃げたか。やっぱりばあちゃんがほかげやんの？なんだ、不満そうだの、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくて、その上、金にルーズで陰険でバカだし、ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。あ！さて、それじゃ帰るか。この葉隠れの里に。俺ってばすげえぜ。